や、昨日寝ちゃった。よし、せいく、見ないで寝ちゃった。直前まで起きてたんだけど、寝ちゃって、さ、ゴール入るたびにパッパッと起きんだけどさ、また寝ちゃって、ね、ちょっと、今疲れちゃった。あるよね。あるよね。あるよね。こういう時やっぱりね、日本人だねって思いますね。やっぱり日本のリズムで生きてますからね。というそうだよね。いや、昨日はバルセロナがね、パリに勝利しまして、ね。そうだね、そしてアトレティコが、ドルトムントに勝ったというでしたけども、ね。はい。そうでした ね、 あのダイジェストで見ましたよ。ね、ダイジェストで見ても。面白いですね。深みがありますね。ということで。そうだよね。そして J リーグももう金曜日、今日でしょ。だから今日の夜はレイソルとレッツですね。そう、金曜日だから。J があるから、うん。でもこれは前の日の、まあもちろんもう日付もあって金曜日なんだけども、もう間違いなくこの後燃えるゴミを捨てるということだけ今ここに宣言しておきます。私ね。冬とかで忘れちゃうからね。ああ、お疲れ、ね、なんつってね。サムネ作って、ね、軽くゲームやって、あ、もう誰もいないや、みたいなね。でね、ちょっとゲームやって寝ちゃおう、みたいな。勝てねえな、一個レベル落として、なんか弱いのとやって気持ちよく終わろう、みたいな感じでね。で、途中お酒でも一本飲みたいな、つって、ね。一本にしとこうせ、二本買ってから二本飲んじゃってね。気がついて朝です。はぁなんつって、遅れてない、遅れてない。今日大丈夫だ、ふぅ、みたいな。ね。あ、ごめん、せなせた、なんて。ならないよりね。そのループから抜け出したい。ね、そうだね。はい。段ボール捨てて、うんうん、そのままコンビニ行って酒買えばいいんじゃない？あ、そう、あ、上手なこと言う。段ボールじゃないですよ。そういうところが先生は違う。段ボールは土曜日。土曜日なの、ね、金曜日が燃えるゴミ。あ、燃えるゴミなのか。ね、もうそれは地域によって違う先生、ね、もう伺いしねえ、したことじゃないと思うんですけど、もう覚えて、俺のも。ね、違う。せやね。そういうことで、その金地へ来ますけれども、金地へのカードは、レイソルとレッツね。ああ、楽しみだね、これもね。うん。エゴも体勢良くなってきてますし、ね。そうね。ね、井原体勢もだってね、あの、木原さんじゃないや。サビオさんのヘディング決めたね。ね、うん。ああ、木下さんね。木下さんが、なんか良くなってますよね、うん、どんどんね。そうだね。まあでも、だから、うん、とはいえ、その、細谷、うん、関根っていう、こう、レギュラー2人抜けるってのは一体どうなのってところの話もありますからね。果たしてたよね、本当、うん、そこら総力戦だね。でも出れてなかった人からしたらよっしゃと、うん、ああ、よ、そうだよ、ここ待ってたわけでしょ、コンディション回しよ、だって本当にいなくなるの絶対だったわけだから、そうだね、ここは分かったはずですから ね、いや今こそね、うん、だって細谷君だって移籍もあるかもしれないわけでしょ、夏ね、だからこれ今こそですよ、いやそうだな、そうでしょ、チャンス、チャンスだから、そんなマイナス要素じゃない可能性もあるよこれは、そうだね、うん、でもだからまさなんかやっぱこういう時に、うん、もちろんベテランの方のやっぱ力ももちろん大事だと思うんだけど、うん、ちょっとより若手出てきてくれたらいい、こういうことですよ、桜の下から緑の出てきてますよってことでしょ、そういうことよ、そういうことよ、だってそれこそさ、まずちょっと CL の話に戻るけどさ、はいはいはい、だってパリ戦のさ、バルサのスタメンにさ、あのヤマルとクバルシいたでしょ、いたよね、あ、16歳2人ともだから、こ、あ、そうそうよ、高校生、チャンピオンズリーグって高校生出ていいんですか、あんな時間に働いていいんですか、高校生、あ、でもあれ朝だ、こっちだけか、あ、そう、ヤマルは聞いてたけど、クバルシ君っていうのもね、クバルシ君最近とんでもないですからね、クバルシ君ね、あのディフェンダーなのかい、センターバックですね、まあ、ね、もうピケとか超えていきますよ。とマッチアップしてたよ。そうなのよね。だってまさに07世代だよ。こっちはデンベレのカード取るのにいくら使って取れねってないと思ってんだよ、俺。熊野志くん。ねえ。うん。すごい16歳だ。ねえ。あれ先生のズームが止まっている。ああ、おかえりおかえりおかえり。あ、よかった。よかった。止まっちゃってた。大丈夫。あの、07世代はマジでやばいよね、ほんと。うん。うん、ああ、もう。すごい。すごい、うん、だからあれよ、パリどころじゃないからロスだからね、ヤマルも、あ、世代としては世代的に言ったら、うん、すごいよね、もうだから、まあ、年齢は関係ないんでしょうね、そうだね、うん、順調に成長してもらいたいし、そうだね、逆に変な遊びを覚えないように、うん、そういうなんかメソッドもあるんでしょ今あるらしいよ、ね、いいじゃないというね、でもそろそろ僕はそういう変な遊びするようなね、古き良きストライカーみたいなのも欲しいけどね、うん、
まあでもなかなかちょっとね、なんだかんだ言ってイブラとか真面目だからね、うん、あれキャラキャラはやるんですけどもっとこうなんかね、そうだよな、ハメ外して事件になっちゃうみたいな、でも点点取るよみたいなね、うん、でも引退早いみたいな、やっぱりみたいな、どっちなんだいみたいなそういうのも一個サッカーの魅力だったわけですよ。破天荒さみたいなこれ、ね、なかなか、そうだよね、時代が許さなくなってきてるのかな、それね、そうだね、うんうんうん、あとだってあれでしょ、そのアスリート能力がとかもよく言ったりするけど、うん、結局上の方の選手になってくると、やっぱりいろんなこう、なんかトレーナーつけたりとか、なんかフード、だから食生活のところの管理とかね、なんか結局いろいろあるからがんじがらめじゃないけど、そうじゃないとなかなかこう、スタメンにも使ってもらえないみたいな。難しいよね。やってくんないかな、僕も。何よ、それ。オンラインフレンド。新しいじゃない。これズームでもいいから。ね。そうだね。夜中ゲームとか付き合うよ。ひょうきんなおじさんが、おじさんだからもうガツガツしてないしね、別に自然でどうやって知る手立てがあるの、向こうの方々が。だからマッチングしましょう、それはこのこっからね、待ってますよコメント欄でね、オンラインフレンド募集っつってプロオンラインフレンドおじさん目指すからね、なんか別に相談とかも乗るしね、で別に詳しくないから答えを言えないわけ、こっちもね、栄養士さんでもなければメンタルなんとかでもないから、うんうん、フィジカルなんとかでもないから、うんうん、なんだろうねって一緒に言うだけでも友達ってそういうもんでしょ、答えなんか欲しくない時あるでしょ、ね、答えをくれることが一番の助けだわけじゃないです、か必ずしも、ね、そうだね、一緒に悩み、ね、時に笑い飛ばし、うん、いいだろそんなことって、悩むのバカっつって、ね、そんな悩んでない時の方がお前いいぞ、いい顔してんぞどうだみたいなっつってだなだなみたいなのが、うん、いいのかもしれませんね。いや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 、集中です、ね、まずは海外のね、サッカー選手と日本人の三笘さんどうですか、三笘さんでも奥様いるからあれか、そうだな、邪魔か私ね、誰かちょっとお待ちしてますよ、ね、サッカーゲームとかも やるし割々とね、はい、ありがとうございます、だいぶやってるもんな、ね、でも U23 のね、アジアカップがやってまいりますということでね、そうだ、そろそろあれ出るんじゃないのかね、うん、JFATB とか、あるいはチームカム、あ、もうカタールに行ってる、もう行ってる行ってる、あ、そっか、そう、あ、カタールの風景もまあ大体ホテルかなみたいなわけでね、そうだ、ね、でっかい絨毯が引いてあるトレーニングルームね、カタールといえば、ね、で石畳のなんていうのかな、コロコロ持ってるとガラガラガタガタ音するホテルあそこね、で海辺のねであそこじゃない、いやそうだと思うけどな、そんな調理屋って変えない方がいいから、変えてないでしょ、変えてないでしょうね、あそっか、じゃ見たいよねそろそろね、見たいね、出てくると思いますからね、新しい絵は見れそうなの、この絡みとか、ああ、でも、あれじゃない。だから、できればね、だから、よく人狼やってるって話とか聞きますから、国母レオ・ブライアン君中心に。そのオフの様子がちょっと見たいよね。これ結構あれ好きなのね。新しく選ばれた選手の、うん、もう今日ここまでなんかいないんだろうけど。ね。うん、写真を撮るシーンで、歯にかんでるとか、ね。あと何回目かで選ばれた人は、あれは A 代表かな。時計をもらえるんだよね。あるね。で、ちょっとね、ぽっちゃりとした感じのいいスタッフさんがね、時計を説明してるっていうね、うん、あるね、でも選手はそれを聞きながら、うん、聞きたいのは操作法とかじゃなくて、これをもらった喜びに今浸ってるんだよって表情ね、特にその操作法とかは別にあるな、どうでもよくてみたいなね、そんなのいいなーなんつって思っちゃいますけどね、あるは確かにね、まあそろそろ出てくるでしょうか、そうですね、待ちましょう、待ちましょう、これは、うん、女子のあれかね、シービルブツカップ分も出んのかね、あれね、そうか、ね、そうだね、ああいうカメラマンもやりたいな、俺カメラマン兼ディレクター編集はちょっと誰かやってもらってね、ディレクターって編集する人だろうってね話聞きたい、ね、あでも合ってる、話聞くのはね、まあ、おいっすって言われたい、あおいっすでーすお疲れ様でーすね、いや、どうだったでしょうつって。ね。自分の声とかカットしますよ。今度汚い声、ね、カットしますから。でも、やっぱ選手が顔、ね、このカメラの方見て気を許すカメラマンになりたいですね。あ、どうもーなんつって言って、ね。
イエイ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 って調子乗ってくるでしょ、菅原くんとか仲良くなったら。ね、マーさん、イエイイエイイエイって言ってくるでしょ。いやー、理想やってくれそうだ。あ、どうもーって僕言ってますよ、こっち側でね。ね、いらねえな、こいつ。と帯同して信用できる何かの人とか絶対いいよね、それね。絶対な。いつもこんなこと言ってるわ。ダメだ、ワンパターンになってきた。ね、どうですか先生、この、はい、ね、うん、徹底予想チャンネルのサブチャンネルじゃないのね、メンバーシップの方でも展望なんかをね、川端さんの方からいろいろやっぱ知ってるから、川端のおじさんは。そうだね、伺いますよ。 なんだっけな、ちょっと印象的だった、あーそうなんですかみたいなのあったよね、なんだっけ、なんだろうね、まああれじゃないですかね、うん、やっぱりこう日本ではそのやっぱり竹が呼べなかった、ザイオンが呼べなかったとか、うん、はい、鈴木龍徳呼べなかったとか、そういう問題が確かに出てたりするけども、うん、そういう問題、日本だから日本のことフィーチャーされるけど、うん、正直全3カ国何かしらの問題をめちゃくちゃ抱えた状態で今回の大会始まりますから、ワールドカップじゃないからね、うん、全部 A マッチにやってるわけじゃないから、それしょうがないよね、そういう大会だってことだもん ね、なんか今回でもやっぱ全体的にあれなんですよね、うん、やっぱり日本と韓国とかそうですけど、呼びたい人があんまり呼べてないみたいな、うん、でもカメさんもおっしゃってましたけど、うん、組みしづらくはないと、そのイランみたいに出てくるタイプじゃないから、韓国 UAE とかっていうのは中国もそうですね、ちゃんと組み合ってくれるという可能性が高いんじゃないかっておっしゃってましたね、うん、そこはちょっとやっぱりラッキーっちゃラッキーですね、うんうん、ラッキーだし、なんか我々も謙虚になりましたね一度カタールでちょっと私ね、肩で風を切って気持ちでね、はいはいはい、どうぞ、はいどうもってありましたけどね、やっぱりこう、そうだね、イランさんに煮栄を飲まされてからはね、もうイラン大敵ね、ですよ、そうでしたね、本当ね、やっておりますけどもね、うん、毎晩白湯を飲んで寝ておりますけどね、朝冷えを食べて夜は白湯を飲んで寝ておりますけどね、おかげで胃腸の方がよく、こんな生活してんの、謙虚な生活をしておりますよ、ね、調子乗ってたカタール以来ね、うん、そうね、ね、ね、でもなんかね、2023が本当に良くて、2000アジアカップでなんかすごく開幕当初からすごくテンションが落ちてたのが本当気になった大会ではありましたから、なんか今回でかいのはやっぱ細谷くんがそこにもともと参加してたっていうのは俺はでかいんじゃないかなと。ああ、もうカタール慣れしてると。それあるんじゃない？だし、ね、なんとなくこのチームの流れってどうやったらこう上がるのか下がるのかじゃないけど、見てきてる人でもあるから。一歩パーンって抜けたら細谷くんの大会になると思うけどな。俺も思うね、それね。オリンピックも。そうだよね。細谷頑張れ、細谷頑張れになると思うけどね。いや、そうだね。だ前回はあれだもんね、ちょっと東京世代に関してはこういう大会、正直どうでもよかったっちゃどうでもよかったからあれなんだけど。予選がないからね。そうだね。うんうん、1個前とリオの時とか、まあいろいろ本当ギリギリでしたもんね。うん、思い返せばそうなんだっけ。もう忘れちゃったな。あれですよ、もうやっぱり2011年のアジアカップみたいな感じで、はいはい、日替わりヒーローがこう出てたような大会でしたね。そうですか。うん、リオっていうと誰でした？原川選手とか。ああ、はいはい。豊川選手とか。中島翔也選手たちがもうそこら辺が一回一回の試合のところでも日替わりヒーロー延長で決めたりだとかね。はいはいはい、なるほどね。で最後決勝は韓国と戦って、うん、浅野の裏抜けで2点取ったみたいなね、3対2ですよね。ああ、なるほど、うん。全然覚えてないや。見れば、ああって思うけどね。いや、なるで、でも、ね、まさ、8年経ってっからね。8年経って。でも俺、ロンドンのが覚えてんだよな。おロンドン知らないのあれ、本戦だからか。あ、そうだと思うね、それはね。鈴木とか長い言語と。言語さん長いね。長い健介ね。健介さんとか。はい。ああ。あれもだから12年経ってるわけですからね、ロンドンから。そうだね。うん。あまあ、そりゃ忘れるよ、いろんなことあったもの。いや、そうか。うん。だからね、だから、やっぱり、このどの大会とか、いろんなチーム見ててもそうですけど、うん、スターが絶対ずっと活躍するわけはないんですよね。なるほどね。大きい大会は。日替わりヒーロー的なもの、やっぱどのチームでも出てくることだから。ね、オリンピックって、何が強いの、うん、日本は今回柔道と柔道が一番強いもんね野球とかはもう出るのないの、野球ってないんじゃなかったっけ、パリあないのか、東京オリンピックだからやったの、ね、あれはそう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 、やれよ、野球金メダルだよね東京ね、そうっすね、すごいよそれで
WCW WBC ね。トイレになっちゃった。トイレかニコルかね、サッカーのクラブになっちゃった。分かってね、日本の野球は強いぜ。だそうだよね。だからそういうところにこうサッカーってところまで行けるといいなと思います。いやでもあんまりそんなインパクトをもらいすぎるサッカーが地味になっちゃうからね。オリンピックってほらワールドカップと違うから。うん、そうだ。他のことにも夢中だから日本人の皆さんは。誰かいるんかい、その金メダルに迫ろうっていう今。いや、まあ、ね、まだわかんないよね、これ他の種目はさすがの先生もね。あとだってまだ決まってないとこも結構あるもんね。代表とかね。そう。相変わらず卓球とか。そういうところがいいんですか、ね、あのメダルにはね、柔道、うん、水泳あるよね、いつもね。あ、そうね、うん、ホッケーとかグランドホッケーみたいなのでしょ。あったよな。そうだわね、うん、フェンシングとかね、フェンシングとか ね全部言ってこうね。競歩とかも結構あるもん ね。そうだ、今思えば東京オリンピック見に行きたかったね。そういうのいろいろ見に行こうと思ってたんだよな。あったね。僕ほら大学生の時にさ、うん、ボート部だったわけ。ああそうだね。もうそうやったことなくても入れたから何年いたんだけどさ、合宿所にいたわけ、うんうん、戸田公園ので、そこは戸田公園で新幹線からも東北新幹線さ見えるけど、見えますね、東北線見えるけどね、あの全部の大学の合宿所があってさ、荒川の寮さんとか、ざっくり言うとさ、はいはい、そこに住んでたわけよ、はいはい、おうっていう芸能人、まあ、芸人ないないらしくてさ、あんまり。だから東京オリンピック前のさ何年か戸田市から結構そういう仕事もらってたの、東京オリンピックの開催地だから。ああ戸田じゃないけど、まあ、戸田ボートの町で押してるから、なんかはいはいはい、はい、アルミかなんかで作ってやるって言った時、そこ行けると思ってたんだよ、そういうののあれでさ。そうか、にもだってな、何の種目も誰も見に行けない、今思えばすごいここにハマっちゃったね、日本。とんでもないよね、それに向けていろんなもの作ってたのね。なんかあれでしょ、税金がどうとかさ、景気がどうとか物価がどうとか言ってくると、誰もあんまりバチッとは言わないけど、あれの借金返してるわけでしょ今我々。いやそうでしょうね。お客さんゼロで大イベントやった借金返してるわけでしょ。ね、信じらんねえな、ほんと。そんなこと言うと元気なくなるからね。いいんですよそれはね。そういうこともあったよね。そもそも恵まれた国に生まれてきてるんですから我々。もともとね、我々時代に。そういうことでございましょう、うん、これは。ね。いやー、見たかったですね、オリンピックを、この目で。いやー、そうだよね。ね。次だって、もしあるとしても、うん、だ前回の東京からこの間の東京までも60年ぐらいでしょ、うん、ないない。これも100歳。ないでしょ、それ。ないよね。ね、うん、うん。井上、まあ、ガンマ2000っていう、もう、数字で呼ばれるような、ね、ロボとしてならいるかもしれない。脳だけが。ね。小さい脳だったねみたいな。そうだね、うん、やっと見れるよオリンピックつって、うるせえってごめんなさい。俺誰に使われてんだろうこれ。その口調のところはどうにもまだならないんだねってこと。数十年経っても一歩してねえな。まあでもそれは何より一生あれだったかもしれないわけだから。そうだね、こんな人が集まれて、サッカー場にも集まれて、またオリンピックが開ける、これはいいことですよ先生ね。そうだね、そう思いましょうこれはね、うん、パリスに行っちゃいましょうかこれはね。夏とパリス、パリス行っちゃいます、やめときましょう、やめときましょう、僕は行けない、ね、そしてパリはお金がない、ね、俺そもそも怖い、パリ挑戦権獲得できない。俺はもう食が怖い。オリンピックのほら、今日はそういう話もしたいんですけど、ええ、こう種目を生で見れるとしたら何が見てみたいですかこれ。あ、うん、サッカーは一回置いといて、ええ、それ以外だったらやっぱ僕マラソンですね、あ、マラソンってだって沿道でしか、どっち、こ競技場、競技場、あ、なんだってずっとモニター見てて、うん、スマホが電光掲示板見て、最後の一周ぐらいしか見れないでしょあれ。いや見れないけど、スタート行っちゃったらもう暇でしょ、鼻くそ落ちてんじゃね。大いやー、いやもうそろそろ
2時間切れそうな感じになってきてるから 42.195 キロ、それがこうオリンピックで生まれるかもしれないみたいなこともあるかもしれないじゃないですか。歴史的瞬間を見にしたい。死んでいればそこだな。あ、うん、3分ぐらいであなたが見れるのは、でも2時間うんぬんつったところ。なんで見てーっつったら否定されなきゃいけねえんだよ俺。見てーのに。100メートルとかのが見たいじゃん、じゃあ。はいえ、はいえ、みたいな。いや、じゃあやっぱね、やっぱ結局僕あれなんですよ。何、その、やっぱ陸上の方々とかは、はい、やっぱ高校駅伝、全国駅伝とか、大学のその箱根とかも見てきてるから、やっぱりストーリー知ってるから、選手たちの。あ、日本選手団を応援したいっていう意味の見たいのもあるよね、やっぱそう。私は単純にこの、あの、こう馬のような人間を見たいとか、そういうのあるじゃん。俺、あんまりないかもしれなくて。とか。そう、いや、わかる。気持ちはわかる。うん。重量は、あ、体操とか見たいな、見たことない。体操が一番テンション上がるじゃん、ね、日本強いし。確かに、日本の団体戦朝から行ってずっと見てるとか。なるほどな。詳しい人と行って横でね、教えてもらいながらとか。それはめくるめくやつでしょ。それはあるかもしれないね。ね、何、踏切、ね、バーンってやる跳馬の音とか、すごいらしいよ。うん、いや、アキレス腱切れたみたいな音するらしいよ、あれ。いやいや、たとえ。切れないで、ね。切れない。ねえ。あの、着地ドンって決まるのとか見てみて。あれだって一生見れないじゃん、見に行かなきゃ。そうだね、確かにね。ねえ。なんでもそうかもしんないけど。まあ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 。超人的なね、やつでしょ、やっぱり。そうだな、なるほど。では、オリンピックならではじゃない？そうですね。うん、体操は本当そうかもしれない。ねえ。うん、卓球も、まあ、やってたから見たいけどね。あ、でもなんか静かにしなきゃいけなそうじゃん、なんか。ねえ。ラリーしてるときおならとかしたら迷惑になっちゃうじゃん、プッつってね。体操もそうだよ。そうだな。あ、だからそれ言ったら、だから俺、あれか、1万メートルか。陸上の中でも。陸上がお好きですね。うん、トラックずっとあれ見て。あれはドラマあるもん。ああ、そう。そう。これは2ですね。うん。あと3000メートル障害とかですね。おぉ。見たいね。その辺は一括りでいいですよ。私とかに言うときは。その違いはちょっとね、あの、いろいろあるんでしょうけども。逆に他あんまり見てないけど。それで言うと、あとね、5種類ぐらい出されるわけだから。うん、ね、一括り、トラック競技いいですね、みたいな。そうだね。あ、幅跳びとかも意外とすごいんでしょ、だってあれ。いや、そうだよね。こんな飛ぶみたいな。いや、そうだよね。それちょっと見たいわ。ああ。で、あれってほら、ずっと見てると、次、高跳びで、次、砲丸で、みたいな感じでしょ？ああ、確かに確かに。トラック競技って。そうか、そうか、そうか。で、やってる間に1500もやってるみたいな。うん。そういうのは楽しいじゃん。そういう人気なんだ、あれ。テレビで見てるのね、一個一個だけど。うん。一日いろいろ見れるわけだ、あれ。ああ、だそう考えると、スタジアムでってのあるかもしんないね。ねえ、迫力あるわ。やり投げとかね。いやいや、見たいよ、やり。見たいよね。見たい。そっか。やっぱりその間ね、メジャースポーツじゃない、オリンピックっぽいのを見たいんだね、やっぱね。いや、そうだね、フェンシングなんか見に行ってわかんのかな。確かに、ちょっとわかんない。ガシンガシンガシン、プーって。どうした、今何起きたみたいな感じだから。しかも遠目だからどこ当たったかとか分かんないもんね。で、ね、今ちょっとかっこよくなってるから暗くしてんだよね。あの映像かっこいいかもね、でも今ね、昔より。ああ。ショーアップされてる感じとかね。そうか。卓球とかももう照明とかかっこいいんだよね、今ね、あれね。もうちょっと暗めになったりとか。まあ、オリンピックは分かんないけど。な、パリがどんな感じでやってくるか楽しみですね、パリオリンピック。普通の世間話だね、これ。そうだな。何の知見も技術もない。いや、いいんですよ。雑談王に俺はなるですよ、先生ね、これね。我々は。そういうことですよ。まあ、グミ食いたい。なんで急にだよ。グミ食いたくなってない。なんでだよ。ないない。ああ。ね、8時半から喋って今だって、もうすぐ1時なんだもんね。そうなんだ。4時間以上ずっとズームしてますからね、我々ね。見たみたい。だから。関係ねえじゃん。そこの因果関係は繋がってねえよ、別に。もう最近ちょっと先生のツッコミがね、うん、気持ちよくなってきてるんですよね、前より。だから、ありがたいですよね。なんかこう、全然偉そうにあるつもりないですけど、なんか、あ、ありがとうって思ってますよ、ずっと。ね、
でなんだろうね。ありがとうございます。いや、あと、まず、例えばこの話してない。一個、うん。あの、ソシエダが日本に来るってね。あ、なんだっけ、ベルディとやるんでしょ、ベルディとやるんだってね。おー、なんでベルディなんだろう、すごいね。ねえ、うん、と、またあの、去年のあの、神戸とバルサみたいな感じで、うんうん、週末にリーグ戦やって、うん、ミッドウィークにソシエダとやって、また次の週末にリーグ戦やるっていうね、ベルディ。まあ、大事な収入源でしょ。まあ、でっかい収入源だと思いますけど、ね。これは、久保選手も来る、うん、そうだろうね。いや、今のところはまだ僕は何とも言えないですけどね。いやいやいや、でもそれは嘘でも。いや、だって怪我してるから今は何とも言えないじゃない。でも、あ、怪我治るんじゃないの、治らない。なあ、おっと、あと、ただ来るってことは、トマさん、うん、もうないよね。あの、俺パリはね、そうなると。パリオリンピック行きはないってことでしょ。あ、そういうこと。になるんでしょうね、それは。また別の話で、パリを行くんだったら別にソシエダ、うん、だってオリンピックですもんって言って。ね。ソシエダ来る、久保以外がっていうのはちょっと弱いね。そうなのよね。てか、なかなかビジネスになりづらくなると思うから。うん、だから日本だけじゃないってことでしょ、韓国とか行くんでしょ。そうじゃん。でもなんかジャパンツアーとか書いてましたね、なんかね。韓国行ったって別に引きないか、ソシエダ。いないもんね。そうか。なんだったら弟連れてくんじゃないですか。ああ、だし、それまで取るんじゃない、誰か。ああ、るかもね。もしかしたらね。見たい、レアソシエダ見に行きたい、ベルディ対レアソシエダ。いやー、見たいは見たいよね。確かに見たいね。見たい見たい。うん、誰がいるんだっけ。ただ、スビメンディとかね。スビメンディみたいね。うん、オヤルスタバル。ああ、ブライス・メンデス。そうなんです。ブライス・メンデスに写真撮ってもらいたいな。ねえ。そうだよね。ラーメンかなんか一緒にね、持って、メンデスみたいなね。これは何ですか、メンデスって言ってほしいですね。うん、あ、そう。うん、ちょっとインタビューさせてもらえるインフルエンサーツアーみたいなの呼んでくれないですか、そろそろ見る若も。いや、ね、いただきたいね。そういうネットワークないと思ってます、皆さん、見る若には。チャンマーがおるから、チャンマーだけでも行くわかな、こんなね、先生ね。そうだね、俺はちょっとないかもしれない。しかり、吉本もありますよ、その辺のね、インフルエンサー。吉本、もう30年近くいるんですよ。上下関係がピシッとしてますし、ちゃんとした、ね、スーツだって持ってますよ。ねえ。ね、先生。そうだね。ね、うん。こうピシッとこうね、もう常識人中の常識人ですよ、これ。ね。ちょっとたまにこういうトーンで喋ってしますけどもね、言ったら。ね。ぜひ読んでください。読んで使わない。読んで使わないよ。そしてね、ソシエダードの皆さん。ね。そうだよな。シミュレーションしましょうか。さあ、東京国立競技場にやってきてる、あ、実際からやってきておりますね、はい。今日はなんとベルディファンの皆さん、こんにちは。あー、いっぱい来てますね。そしてなんとこちらには来ていただいてます、ブライス・メンデスさんです。こんにちは。いやー、こんにちは。あーね、どう通訳さん、ちゃんと伝えて。ブライス・メンデスさん、もう一回やる、はい、ブライス・メンデスさんです。はい、ハロー、こんにちは。さあ、ブライス・メンデスさんに伺いきます。どう何ですか、通訳さん、何下手くそって言ってます。あ、そう、すいません、質問変えますね。好きな食べ物は何ですか。パエリアと言っておりますということでね。あ、時間ありがとうございました。何も聞けなかった。これ呼ばれないな、これ呼ばれないな、緊張、残念、調子みたいなとこあるからね、結構ね、うん、サッカー好き好きリスペクトしすぎとからね、こちらね。残念だったな、それは。諦めよう。諦めよう。諦めよう、これはね。そうだな。竹久保に会ってみたいですね。そうだね。何喋ります、竹久保と会ったら。うわ、難しいね。うん、今回、ベルディと戦うネタってどうですかと。あ、でもそうだと思いますよ。うん。ああ、でも、知ってる試合も結構いるんで、楽しみに来てみますね。シーズン中なんで、コンディション悪くないんで、うん、あの、せっかく日本なんで、皆さん、喜んでいただきたいんで、いいとこ見したいです。ありがとうございます。そして、久保選手、これからパリオリンピックも始まりますけど、そちらに関して参戦の方はいかがでしょう。出ますよ。
出ますけど、こっちもあのいろいろビジネスの関係で来ないといけないって言われたんで、あのだいぶ揉めたりはしましたけど、まあ別にそういうのも言うなって言われましたけど、まあ、あのもう言っちゃったんでしょうがないかなと思ってるんですけど、まあ、あの久保の言葉に二言なしなんて言いますけども、江戸の世からそんな言葉もありますけれども、やっぱりこう長いものには負けるのなっていう意見もございまして、そんな一幕がありました。どん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 、クマさん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 、なんでハッチかよ、ガラガラガラ。なんてあの落語始めようと思ったわけですけども、試合なんで、お疲れ様です。おい、途中から井上まあいたな。そういうことですか。いや、一人もいないですよ。井上はもう泣いて帰ってますから、怒られて、ソシエダの人に二度と来んなって蹴られて、今、ホープ県の前で、ね、突っ伏して泣いてます。ね、そこまで歩いていったんだ。どうはなかったなって言いながら、他県まで行けなかったなって言ってます。ね、いやーねー、な本当ね、その時までにこう怪我直せというかね、いやあのうちで、うん、来てほしいなと思いますけど。そうしましょう。うん、はい、ということで、いやいや、はい、すいませんでした。いつもすいません。ありがとうございます。ありがとうございました。なんでしょうね、あの。こんな日長くなっちゃうのなんでしょうね、これ逆にね。すいません、なんか。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、先生から今日の格言いただきたいと思います。ドドン。どう知らんがな。どうって言われても知らんがな。お前に聞いとんねん。ありがとうございました。ありがとうございました。